越中駒ヶ岳は、富山県魚津市と黒部市にまたがる、日騨山脈立山連峰の北端に位置する標高2002メートルの山である。山頂から南東部が中部山岳国立公園の特別地域、南斜面の一部がその普通地域に指定されている。入善町の市街地方向から後ろ立山連峰を左に見て、右側にこの山陽が望める。駒ヶ岳。 北駒ヶ岳、層が、岳、エボシ山と並んだ姿が美しく、春の雪解けの頃に、駒の雪絵が見られる。この方向からは、駒ヶ岳と北駒ヶ岳の総字法が望める。山名の由来は、北駒ヶ岳の斜面に現れる駒の雪絵で、黒部川より東でよく見える。二、零零メートルを超える鉱山であるが、麓から眺めると前衛の層が岳の巨大な山用に、 隠されて、富山平野からは、大変見えにくい。上市町と富山市を結ぶ線より西では、層が竹の右側に、円形で小さく見えて、ケカチ三山、剣岳、立山散々と比較して目立たない。また、黒部川より、東からはよく見えるが、地盤のある、魚津市野球黒部市、新黒部市となった宇なず町の黒部川岸、船見大地からは雪も山陽もよく見える。 1944年から翌年にかけて日本陸軍の援助を受け北駒ヶ岳で森部電採掘が試みられた。鉱山の場所は北駒ヶ岳の北尾根の1キロメートルほど北の標高1 7 0 0ル付近にあった。創が竹のうなずき尾根の馬車道で資材や鉱石の運搬が行われ、北陸本線黒部駅裏の工場で精錬されて、 いたが、終戦を前に廃坑となった。これは、雪江の駒の伝武あたりのようである。尾の沼谷総が竹から、北駒ヶ岳へと続く登山道には、当時の機械の残骸や打ち捨てられた鉱石が見られる。長らく登山道の整備がされず、ヤブが追い茂って登りにくかった。2001年夏にヤブを借り、木で階段を設けるなどして、総が竹から両線図体の振動が開設された。 2002年が馬年であり、同数字の標高を持つ馬にちなんだ山ということで、地元有志により前年に作られたものである。これにより、一般登山者が入山しやすくなった。2004年10月には、小沼登山道が再整備され、うなずき町調整50周年記念イベント、北駒ヶ岳土地のゆるうと開通式が行われた。 江ぼ市稜線まで登るルートで、宗が竹や駒ヶ竹の重装が可能となった。宗が竹から駒ヶ竹までの登山道解説に伴い、以下の登山ルートによる登頂が可能となった。山頂からは、北西以外の方向に展望が明け、南側にけかち山と剣岳を望むことができる。後ろ立山連峰の霊地小屋から望む周辺の山。 片海川と黒部川に挟まれた縦山連峰の北部の狩猟線上にあり、北側には宋ヶ竹、南側には下勝山へと稜線が伸びる。山頂から東北東と南西にも枝尾根が伸びる。以下の源流となる河川は富山湾へ流れる。ありがとうございます。